最近ルイボスティーをよく飲んでます。どうもひなぴよです。それでは本日も絶望プリズンの続きをやっていきましょう。本日はお日柄もよく、違いましたね、翌日からスタートですね、翌日からスタートしていきたいと思うんですけれども、私別に特に話すことは何もありません。じゃあ始めていきましょう。ちょっとこの喋り方飽きたわ。やろう。翌日、キンコンカンコン。さてそれでは早速2人について調べていきましょうか。九条慎之介の不審な行動、2人の関係、慎之介が渡していたお金、進展あり。そうね。ああ、また九条慎之介くんがバイクで外を通っていったわ。あんはん。今は4人は教室にいるんだね。他には、生徒会長たちがいるね。いろいろ探索してみようか。ちょっとじゃあ関係なさそうなこの生徒会室から行こうかな。ん？なんだ？俺に何か用か？ちょっと聞きたいんだけど、今黒髪でショートヘアの女性の先輩を探してるんだ。何か知らない？黒髪でショートヘア、そんなの学園中にいっぱいいるからわかんねえよ。そっか、そうだよね。ごめん、ありがとう。私に何か用ですか？あの、ちょっと聞きたいことがあって。しんのすけくんについてなんだけど、彼が女性の先輩と一緒にいるところを見たことない？しんのすけくんが女性の先輩と？さあ、見たことないわ。そもそもしんのすけくんはあまり学園に来ないですし。そっか、ありがとう。だよね。そっか、こういう風に聞いて回るのか。おもたくん、なんか知らない？運動部の女子っていいよね。え？どうしたの突然。部活終わりに運動部の女子を見かけることが多いんだけど、いつ見ても元気だし明るいし、運動部の彼女ができたらきっと毎日が楽しいんだろうな。まあそれは人によるとは思うけど。ってそんなことしてる場合じゃない。早く調査に戻らないと。桃田くん知ってそうだけどね。あのよく校庭で運動してるあの黒髪ショートの可愛い子だろ、知ってるよみたいな。違う、ここは行ったわ。じゃあ次はアリスちゃんと。珍しいね、なんかアリスちゃんとミカコちゃんが一緒にいるって。なんだ、アリスちゃん大丈夫かな？どうかしたの？アリスちゃんね、最近ずっとタピオカばっかり飲んでて。タピオカって一つでラーメン一杯ぐらいのカロリーがあるんだよ。へえ。それなのにあんなに大量に飲んだらどんどん体重が言ってやるな、ミカコちゃん。ここは友達として止めてあげるべきだよね。そうだね。でも何か言いづらいな。どう言えばいいか後であんちゃんに相談してみよう。いやタピオカね、確かに美味しいんだけどね。でもタピオカってさ、タピオカを食べるよりもさ、その一緒に飲むミルクティーとかがめちゃめちゃ美味しくない？だからミルクティーだけ飲みたい。あれはアリスさんだ。何か独り言をブツブツつぶやいているみたい。なあ、お腹すいた。またタピオカ飲もうかな。でも最近また太ってきたんだよね。さすがにカロリー取りすぎかな。ジムでも通って筋トレするか。アリスさんは体型のことを気にしているのか。この話は聞こえなかったふりをしよう。盗み聞きしてるってバレたら怒りそうだ。確かに。ここにはあと誰もいないかな。誰もいない、いないね。じゃあアブさんに話を聞くか。へい。ドッペルゲンガーの胎児の調子はどう？だんだんお友達も増えてきたみたいだし。
彼らと一緒に協力して頑張りなさい。うん、あ、終わりかい。あ、あれ、他になんかどっか行くとこあった？あ、そっか、教室か。じゃあ教室でいろいろ探すか。今日はしんのすけくんと一緒にいた先輩を探しに行きましょう。彼女に会ってしんのすけくんと何があったのか聞き出すんです。そうだね。オッケー、まちちゃん、早く先輩を探しに行こうぜ。そうだね。あ、終わりかい。はい。そういや、あの先輩結構可愛かったよな。それにスタイルも結構良かったし、なんか運動でもやってんのかな。もしかしてキスケ狙ってるの？まさか。もししんのすけの彼女だったらボコボコにされそうだし。まあそれは確かに。じゃあちょっとルイちゃん、今日は先輩に話を聞きに行くんだよね。うん、まだ放課後になったばか、バペパン、まだ放課後になったばかりだし、学園のどこかにいるかも。探してみようよ。そうだね。オッケー。この辺ちょっと2人がいる前でクリックしてみる？あ、関係ないのね。ここも関係ないかな。うん、関係ないね。じゃあ、え、どうしたらいいの？この間運動部っていうか運動してたっぽいから、ここ？あ、いるじゃん。なんだ、アイコン出てなかったから。でもこれ多分先輩じゃなくて陸上部かなんかの人たちかな。あれは陸上部の人たちみたいですね。あ、ねえ、あのユニフォーム昨日先輩が着てた服じゃん。ねえ、あのユニフォーム昨日の先輩が着てた服に似てない？確かにそうかも。とりあえず話を聞いてみましょう。ザザザ、すみません。え、何？君たち。僕たち少し人を探してまして。帽子をかぶっていて黒髪ショートの先輩なんですけど、それってもしかしてさゆりのこと？さゆりさんって言うんだ。へえ、なんかちょっと意外な名前かもしれない。さゆり？ほら、向こうにいる子、陸上部のマネージャーなの。マネージャーなの？え？でも運動してるんだよね。あ、ん？もともと陸上部でめっちゃ活躍してたエース的な存在で、なんか怪我してマネージャーに転向した的な過去があったらいいな。鎌倉さゆり。へえ。あ、いたいた。あの人です。あの人は陸上部のマネージャーさんだったんですね。でもなんだかマネージャーというより選手っぽいけど。さゆりは少し前まで選手だったわよ。でも最近突然マネージャーに転向したんだよね。マネージャーに転向した？待って、めっちゃ予想当たってね。その怪我したとか、その辞める原因になったのがそのしんのすけくんってことかな。もしかしたらそのもともと昔から知り合いでみたいな、それこそ幼なじみでみたいな。そうなの。突然だったし私たちもびっくりしたんだから。理由は何だったんですか？詳しいことはうちらにも教えてくれないんだよね。せっかくさよりはすごく足が速くてうちのエースだったのに。待って、そこまで当たってんの？やばいね。そんなにすごい選手だったんですね。確かにね、あの褐色な感じがすごいエースっぽさをさ物語ってたけどね。でも前から記録が伸び悩んでて、そのプレッシャーでやめちゃったんじゃないかってみんな噂してるわ。そうなんですか。ザッザッザ。みんなどうかしたの？あれ、その子たちは？もう鎌倉さゆり、陸上部に所属する3年生。焼けた肌を見るに相当練習しているのだろう。ショートカットがよく似合っていて可愛い。こういう子が男子には一番モテる。ああ、そうなんだ。参考にします。わ、太もも細っ。
もうふくらはぎの方がもう陸上やっててもう筋肉がついてますって感じだけど、確かにね、なんか競技によってはめちゃめちゃ太もも細くなる競技ってあるみたいだしね、陸上系って。いや、かわいいな。なんかさゆりに話があるんだって。私に？一体なんだろう。すみません、部活中に。ううん、私に話って一体どうかしたの？単刀直入に聞きますが、昨日しんのすけくんと一緒に公園にいましたよね。見てたの？はい。私たちしんのすけくんのクラスメートなんですけど、昨日何があったのか少し気になって、あれはその何でもないの。そこをなんとか。だから本当に何でもないってば。ないってばになってる。お金をもらっていたのに何でもないって言えるんでしょうか。あなたたちそんなところまで見てたの？はい、それはもうただごとじゃない雰囲気でしたので、つい。何かしんのすけと人には言えない関係だったとか。何それ、どういう意味？いや、なんでもないっす。ちょっと、なんかやらしい意味で言ったんじゃないでしょうね。ちょっと、キスケくんのスケベ。まさか、しんのすけくんに暴力を振るわれたとか。彼結構危ないヤンキーだったみたいですし。あ、怒りそうだよ、さゆりさん。もしかして昨日受け取っていたお金はその慰謝料なんじゃないですか？それは違う。しんのすけは私に暴力なんて。じゃあどうしてお金をもらっていたんですか？それは、もしかして口止めされてるんですか？大丈夫ですよ、何かあったら僕たちオカルト部が守りますので。さっきから適当なことばっか言わないで。あなたたち、しんのすけのことをよく知らないくせに。しんのすけは、ごめんなさい、私もう行かなくちゃ。ちょっと待ってください。ついてこないで。行っちゃったね。一体今のは。やはりさゆり先輩としんのすけくんの間には何かがあったみたいですね。彼女の証言によると、どうやらしんのすけくんに暴力を振るわれたということはなさそうです。ああ、かなり否定していたもんな。だけど、じゃあなんでしんのすけのやつ昨日あんなに泣きながら謝っていたんだ？それにお金まで渡してさ、やっぱりなんか異様だよ、あの二人の関係。そうですね、しんのすけくんの方にも話を聞いてみる必要がありそうですね。よし、じゃあ早速。その時だった。もう？嘘でしょ？全然わかってないよ。はーい、時間だぜ。この声は？さて、ドッペルゲンガー退治の時間がやってきたぞ。絶望裁判を行いますので、絶望プリズンに来てもらいます。もう？もう少し待ってくれ。あと少しでドッペルゲンガーの動機に迫れそうなんだ。ダメだ。もう待ってる余裕なんてね。あとは絶望裁判で解き明かしてください。そんな。じゃあ絶望プリズンへご案内だ。マジか。あ、こんなに。あ、そう、全然わからんぞ。大丈夫かな。もう裁判の時間か。少し時間が足りませんでしたね。あと少しでしんのすけくんの動機のヒントがつかめそうだったのに。おいおい、お前ら文句ばっか言うなよ。あとは絶望裁判でなんとかしてくれよ。なんとかって、そんな無責任な。
それでは今度もよろしくお願いしますね。それじゃドッペルゲンガー退治開始だ。あークリア、ライフ1か。オッケー、まだいけるね。さてさて、早速話し合いを始めましょう。今回の事件は今までと違ってドッペルゲンガーの正体はもう分かってるんですよね。今回のドッペルゲンガーは、あ、違ったわ。今回のドッペルゲンガーは九条しんのすけくんだよね。うん、ドッペルゲンガーの正体は分かっているから、あとは彼の動機さえ分かればいいってことか。あれ、いいんだよね。あとは彼の動機さえ分かればいいってことか。あー、もうまだルイちゃんの読んでないよ。でも今回はその動機が特に謎なんだよね。まあまあ、そのためにもまずは事件の整理をしていきましょうか。今回の事件は街でヤンキーが次々と襲われるっていう事件でしたね。証言などから最初は獣の仕業だと思っていましたが、実際は虎柄の服を着たしんのすけくんの仕業でした。ただこの事件で奇妙だった点といえば、しんのすけくんが泣いて謝りながらヤンキーを襲っていたという点です。何のためにあんなことやってたのかさっぱりだ。私も目の前でその光景を見てたけど、ごめんなさいって泣きながら、ごめんなさいって泣きながら殴ってる様子はめっちゃ不気味だった。うん、今回の事件において奇妙な点といえばもう一つあったよね。それはさゆり先輩としんのすけくんの関係だよ。二人は昨日の夜公園で会っていて、最初はいい雰囲気だったけど、しんのすけくんが泣いて謝りながら先輩にお金を渡した途端、先輩も泣き始めて怒って帰ってしまったんだ。あの二人の会話は旗から見ててかなり異様だったよな。一体二人の間に何があったんだ。まだ動機が見えてこないな。とにかくこれからの尋問でその動機を暴かなきゃ。そうですね。よし、もう準備は良さそうだね。それじゃあ第3回絶望裁判開廷です。クリア。ちょっと短いけど今回はこれで終わるか。次回絶望裁判第3回のやつを進めていきましょう。ご視聴ありがとうございました。全然動機がわからない。楽しみ。さよなら。